はいどうもこんばんは。配信できていますでしょうか。多分できているでしょうというふうに、仮定をしてですね、始めさせてもらおうと思います。よいしょ。はい、この度ですね、チャンネル登録者が800人を達成をさせていただいたということで、またこうしてですね、記念に生配信をさせていただいております。本当ね、私みたいな、ね、あの小デブをですね、800人の人が登録してくださるっていうね、本当にもう何て言うんですかね、もうこのもう時代がもうちょっともうねじれてるんでしょうね。はい、そのちょっと枝広の動画見てやろうっていう人がですね、こんなにたくさんおられるっていうのは、ね、もう本当にね、こうちょっともうちょっと時代がもうちょっとおかしくなってるんじゃないかなって、そんなことをちょっと思いますね。はい、ありがとうございます。たくさんコメントくださってありがとうございます。あっという間に800人どんどん加速していきますね。キャプテンさんね、どうもありがとうございます。情報チャンネルさん、800人おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。ティーサリーさん、こんばんは。どうも、こんばんは。どうも、銀シャン、どうも、お世話になっております。さくらんぼさん、どうも。どうも、こんばんは。いつもありがとうございます。800人達成おめでとうございます。ありがとうございます。まちえさん、どうも。こんばんは。800人、おめでとうございます。ということでね、誕生日、おめでとうございます。今日は誕生日ということでですね、お伺いをしております。もう本当に誕生日、おめでとうございます。やすこさん、たひろ住職、800人達成、おめでとうございます。大人気ですね。って、いや本当にもうね、小人気か中人気か大人気かは分かりませんけれども、でも本当はね、登録してくださる方がね、おられるっていうことですから、もう本当にね、ありがたいことですよ、本当。私なんかね、登録したってね、もう本当にどうなんのっていうところですけどね、本当に。登録者数800人達成おめでとうございます。これからも枝広住職さんの魅力を皆さんに見せつけてくださいませて、なるみさんどうもありがとうございます。ひろひろでどうもありがとうございます。ありがとうございます。桜本さん、草生えるということでね、声も映像も BGM の加減もちょうど良いですよ。キャプテンどうもありがとうございます。なるみさん、生きる意味、枝広住職さんのようにカロリー気にせずに好きなものを食べ続けること。はい、今度総合さん行って怒られます。いや本当ですね。いやでもなんかこう美味しくものが食べれるっていうのはね、やっぱすごい素晴らしいことですよね、本当に。5分でわかる突然エンタメ仏教講座さん、こんばんはとかね、はい、モッチーさん来てくださいましたね。5分でわかる突然エンタメ仏教講座っていうことはね、本当5分でわかるそうなんで、はい、たまに5分をね超えてる動画もあるんですけどね、はい、わかりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。ぜひ見に行ってあげてください。ベリーキャプさん、こんばんは。ナンバダウ、今夜は福山も冷えますが、800人達成してもしたわって、したわね、もう履くわけないじゃないですか、本当に。はいね、履いてなくてもかぶってるっていうね、そういうちょっと変わった現象が起きてますけどね。はい、キャプテン、いえいえ、やっと時代が追いついてきたのだと思いますよって時代が追いついてきた、いや本当ですね、ありがとうございます。時代が追いついてきたんですね。ワさん、800人登録者おめでとうございます。早いです。いや本当ですね、早いですね。なんか五塩酸エキスポで、その五塩酸エキスポに出演させてもらって、それでトトトーンってこう増えたんですよね。だから本当に五塩酸エキスポのおかげですね。ちょっとね、今日こっちにモニターがあるんで、ちょっとこっちのモニター見ながらちょっと話をしてるんで、ちょっとカメラちょっとこっちに置いてるので、ちょっと顔がちょっと変な感じですけど、一応でもこっちから見た方が結構イケメンだって言われるんで、はい、ちょっと こっちから見てもらえたら幸いでございます。ミキチキさん、登録者800件おめでとうございます。ありがとうございます。ミキチキさんどうもありがとうございます。このミキチケと書いてある、なんか意味があるんですかね、それ。ミキチクとかミキチカとかミキチケとかミキチコとかね、いろんな読み方ができるっていう、そういう含みを持たせているんでしょうかね。はい、八重さん、ぽっちゃり癒し系男子。そうなんですよ。そう、なかなかのね、癒し系でありましてね。はい、なかなかの癒し系なんでございます。ですのでね、ぜひ一緒にラーメンでもね、食べに行きましたら、一緒にね、癒されていただけるんじゃないかなというふうに思います。
5分でわかる突然延滞仏教講座、ご主題書きながら拝聴させていただきます。ご主題って何なんですかね。ご主題って何なのかな。そう、ご主題って書いたことないんで、書いたことないというか何かはよく分かってないんで。星星さん、出遅れた800人おめでとうございます。いや、星星さんどうも、ようこそお越しくださいました。全然出遅れてないです。もう本当にこんな感じでね、グダグダとやってますよ。すだちファンさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。いやー、どうもすだちファンさん、どうもありがとうございます。このすだちファンっていうのはこうギュッとこうすだちを絞るっていう、そういう感じですか。この絞りたい、絞りたいみたいな、私は絞りたいんだみたいな、そんな感じですかね。だいたい私もでもすだち、なんかすだちってなんかこうすだち欲しいって思うことってあんまりないんですけど、すだちが置いてあると絞っちゃいますよね。なんかそのパスタ巻いてるっていう感じ、そんな感じで、なんかすだち絞ってるっていう、なんかそういう感じがしますよね。なるみさん、ニックネームひろひろにされます？かわいいかもね。かわいいかあ、どうもひろひろです。どうもひろひろですっていうね、なんかこう近づく、なんかこう近づくって話、近づ、噛んじゃった、もうやめよう、噛んじゃった。町江さんありがとうございます。プレゼントはライブ配信です。どうもおめでとうございます。枝より良いでしょうって。そう。で、なんかね、地元のお坊さんね、私のことをね、枝ちゃんって呼ぶんですよ。枝ちゃんって呼んでますね。うん。まあ何でもいいんですけどね。おいでもいいです。おい。ね、まあ、おいでいいです。おいで。カンさんどうも、こんばんは。ああ、いつも、インスタでね、いつもライブ見に来てくださって、どうも、ありがとうございます。クレイジークールヤスさん、こんばんは。最近、生きるというやより、生かされてるなぁと感じてます。ああ、そうなんですね。生かされてるなぁと。なるほど、確かにね。生かされるっていう言葉、よく使いますよね。そう。でもなんか生かされてるなぁとこう感じるっていうのはこう具体的にどんな時なんですかね。どういうことでその生かされてるなぁって感じるんですかね。なんかぜひ聞かせてもらいたいですね。別にこの生きる意味って何っていうテーマで一応今日やってますけど、なんか私が一方的に語って終わりっていう問題でもないような気がするんですよね。やっぱりその生きる意味とかってなんか人それぞれやっぱりあるでしょうし、でそのヤスさんが言うように生かされてるなっていう感覚っていうのもある人もおられるんじゃないかなと思いますんで。わわさん、皆さんこんばんは。お見かけする方々こんばんは。横顔シュッとしてますね。横顔シュッとして、そう、こうなんかこううまいこと見るとね、うまいこと見るとシュッとしてたりするんですよ。だいたいぶっとしてるんですけど、うまいこと見るとシュッと見えるタイミングもあるんじゃないかなって、まあ、そんなことをちょっと思ったりはしますね。はい、5分でわかる突然エンタメ仏教講座、モッチーさん。一般的に言う御朱印のことです。ああ、御朱印のことを御朱台って言うんだ。なるほど。題目の台ってことなんかな。青天井さん、枝広住職、皆さんこんばんは。何万ダブ。800人おめでとうございます。年内1000人ですね。そうね、なんか、まあ、頑張って動画作ってね、なんかもっとたくさん動画を上げていけば、なんかこうね、もっと目につっていくのかなと思うんですけど、やっぱ年内1000人はちょっと難しいでしょうね。あと1ヶ月しかないんで、ちょっとそれは難しいなと思いますけど、でも、なんか1000人達成した時にはね、こうね、T シャツをね、販売しようっていうことで、一応もうデザインも作って、もうすぐに販売できる体制まで持ってったので、一応1000人になったら、癒しの力よ T シャツを販売するって前から言ってたので、そうしようかなと思ってます。町江さん、誕生日なんですね。おめでとうございます。枝広住職さんと一緒にお祝い、嬉しいですね。いや、本当ですね。本当、お誕生日おめでとうございます。なんか噂によるとピチピチの二十歳と聞いておりますのでね、永遠の二十歳ですかね。町江さん、二十歳の誕生日どうもおめでとうございます。ミキチ K はイニシャルはです。ああ、K はイニシャルはです。ミキちゃん、加藤みたいな。加藤ミキちゃんみたいな。なんかそんな感じなのか。じゃあ、ちょっとよくわかんないけど。
京仏具の、京仏具藤田さん、登録者800人達成おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。本当にね、仏具職人さんまで見に来てくださって本当にありがとうございます。もう、ね、尊いことでございます。本当に成美さんどうもありがとうございます。5分でわかるもっちおいって言ってね、はい、どうもおいでございます。こんばんは、ゼロお子さんどうもこんばんは。どうもこんばんは。自分なりの価値観を持って生きることを重視していると生きづらくなる気がしますね。自分なりの価値観を持って生きることを重要視していると生きづらくなる気がしますね。うん、確かにね。なんかこう自分で枠を作ってね、でその枠の中にその収まらないとダメだっていう感覚で生きているとやっぱりちょっと生きづらいっていうのはありますよね。明日の鐘つきは大丈夫？大丈夫だと思います。もう最近ね本当に結構休んでるんで朝の鐘つき。Tサーリー近づいてちょい福山雅治っぽかったって。うん、それはねちょっと大きな間違いです、うん、どうも枝広教授です。寂しい夜のお供になれたらなって、そんなことを思って配信しております。やかましいわっつって、やかましいね、もう早く切れってね。すだちワンさん、ごえんさんエキスポから飛んできました。武田さん、古川さん、チャンネルともに登録させていただきました。なるほど。町江さん、枝広住職は比喩が抜群なんですよね。ありがとうございます。クレイジークールヤスさん、周りの人に助けられたり親や友人の愛情を感じる時です。うん、なるほど。いやでもその周りの人に助けられているっていうことを知っているっていうことが結構大切ですよね。なんかその世の中その周りに助けられたりその周りからいろんな愛情を受けているんだけれども、助けられたとも思ってなければその愛情を受けたとも思ってないっていうね、そういうことっていうのがあるんじゃないかなと思いますよね。だから、うん、そういうふうにこうそれを感じているっていうことが素晴らしいですよね。AK さん、仏教の楽しい部分って何ですか？仏教の楽しい部分、そうね仏教の楽しい部分なんだろうね。まあ何を楽しみとするかっていうのは人それぞれあると思うんですけど、そのなんか私はその仏教の中でもやっぱ浄土真宗っていうその教えに出会わせていただいて、ああ救われているなと、そんなことを思うんですね。で浄土真宗のやっぱりこう一番ありがたいところっていうのは、そのこのままの私を救うっていう話なんですよね。だからその丸々したらとかですね、こうなったらっていうのがないっていうのがね、まあすごいなと思うんですよね。そんなことって普通ね世の中ではありえないんですよ。丸々したら、丸々になったらしてあげるよっていうのが世の中の常なんで、そうではない教えがあるっていうことを知れるっていうのはね、いやまあすごいことだなと思いますけどね。まあ、全然世の中の価値観とは、まあその全然違う価値観がですね、こう広がっているんですよね。だから、まあ、そういう世界を知れたっていうのはすごい嬉しいですし、まあ、その世界にどっぷり浸かっているっていうのはすごい楽しいことですよ。なるみさん、生きる意味は人から押し付けられるのではなく自分自身で見出してこそ価値があるかもしれないと思ってみたり、そうなんですよね。まあなんかこう人から押し付けられるというか、その人、そうですね、まあその人が私はこうなんだっていう意見を聞いて自分もそうでなくちゃいけないっていうふうに思うっていうのはまた違いますよね。良生さん、800人おめでとうございます。どうも良生さん、どうもありがとうございます。いつも良生さんの声に癒されております。ボスパパさん、キングお疲れ様。キングもうさ、愛を持って素直に生きることっていやかっこいいっすね、愛を持って素直に生きることって。いやでも大切ですよね。私なんかこう素直な人好きなんですよね。まあなんだろう、その、素直な人好きですね。ティーサーリー最高ありがとうとか。なるみさん、今を生きる意味というのはかっこよく使われるけど
諸行無常を考えると一時的なものに過ぎないってこともありますね。うん、そうですよね。その生きる意味ってその変わっていいんですよ。うん、コロコロ変わるんですよね。てかまあコロコロ変わらないと生きる意味っていうのは、うん、意味をなさないというか、うん、なんかその普遍的なその生きる意味っていうものがあるというよりは、今はこれを一つ糧にして生きているとか、まあ、多分そういう状態だと思うんですね。うん、でもまあその状態ってすごい幸せな状態で、うん、なんかその生きる意味が生きる意味を今持てているっていうのはすごくそのありがたいんですよね。うん、まあそのすごいまあ豊かであるって言ってもいいかもしれないですけど、うん、まあ私だったらまあ子供が2人いるわけですけど、まあその子供っていうのがある意味生きる意味になっていくって、まあ、それはすごい贅沢なことで、うん、その生きる意味がない人っていっぱいいるんですよね。うん、だってないからね。無条件に与えられるものじゃないんですよね、生きる意味って。だから基本的に生きる意味なんてないものだから、だからその生きる意味っていうものを、うん、私はこうだから生きていたいんですとか、こうだから生きているんですって言えるっていうのは、まあ、すごい豊かなことですよね。うん、なこと思いますね。すだちファンさん、価値観は人によって違うからある程度楽に考えたら生きやすいのでしょうか。うん、そうそう、楽に考えたらすごく生きやすいですよ。コンビニの前とかでたむろしてるあの10代の若者とかいるじゃないですか。で、何々先輩がマジ怖えんすよとか言ってる若者いるじゃないですか。で、うん、全然生きづらくないんですよね。まあ私がそうだったんで、はい、だから生きる意味なんて考えてないっていう人は生きていきやすいですよね。うん、だから、うん、よく悩むに至ってないっていうじゃないですか。だから悩みがないっていうのはその悩むに至ってないだけであってっていう言い方ってよくあると思うんですけど、まあ、私はそれがいいんじゃないかなと思ってる人間なんですね。その、うん、私はあんまりそういう深く考えたりする方ではないので、うん、だからその深く考えてる人によくこうバカにされるんですよね。うん、枝広は何も考えてないでしょって言って、うん、で確かにそうなんですよ、考えてないんですよね。うん、でも、まあ、考えが浅いから悩みがないっていうね。深く考えて悩みがたくさんあるのと浅く考えて悩みがないってどっちが幸せなんだろうなと思うんですよね。うん、まあ私はあんまり深く考えない方かなって思ってます。うん、先ほど松崎さんと田川さんの対談見てました。浄土真宗悲願バンバンくるくる。まあすごかったですね。田川さんすごかったですね、バンバン来てましたね。うん、でも言い返さないね松崎さんはねすごく大人だなって思いましたね。うん、私だったらもうバンバン言い返すだろうなと思って、うん、なんか浄土真宗はなんか間違ってるとか、なんかこの浄土真宗はねダメだとかすごい言われてましたよね。死んでから救われる教えだからダメだとか言ってね。うん、もうその批判ってもう業界内ではもう擦られまくった批判なんですよ。だから死んで救われる宗教ではないですよという論理が、まあ、そのいわゆる そういうふうに弁解するその論調っていうのがもう構築されているので、だから坊さんっていうのはまあそれをすぐバーンって出しちゃうんですけど、松崎さんはやっぱそれ言わないっていうのはねすごく大人だなと思ったし、すごいなと思いましたね。なんかその他者の信仰を否定するっていうのはやっぱやっちゃいけないことだと思うんですよね。人が大切にしているものをダメだっていうふうに言うっていうのはやっぱやっちゃいけないことだと思うんですよ。で、まあ、田原さんっていうのはもうおじいちゃんだから、
まあ、そういうことは当たり前にやるんですよね。でそれに対してその松崎さんが、まあ、そのすごく大人な対応をしておられるっていうのはやっぱ素晴らしいなっていうふうに思いました。最近お坊さんが YouTube や生配信するのが流行ってるんですか？まあお坊さんがっていうか別にそのあらゆる業界で流行ってるんじゃないですかね。なるみさん、他者と比較することによって心が勝手に動揺したり不安になったりして自分の心に振り回される。自分の心という道具をうまく使用することができたら良いですね。そうですよね。だいたい悩みっていうのはその相対する何かがあって悩むんですよね。なんか自分一人で山に暮らしてたら悩みっていうのは減っていくんですよ。だからその仏教っていうのは出家しろっていうじゃないですか。出家しろ出家しろって、出家するとですね悩みが少なくなるからなんですよね。やっぱり社会にいて人の中にいるわけですよね。でそうすると悩みっていうのはたくさん生まれてくるんですよね。だからまあ出家しなさいということをまあ勧められるわけですけども、ボスパパさん、人は人に尽くすために生まれてきたんだよ。そうね、人は人に尽くすために生まれてきたんだよ。なんかもう僕もうこの文章を見た時にこう下ネタに見えてしまうっていうのがすごいもう悲しいです。本当に、いやもう本当に申し訳ないなという感じで本当に良くないなと思いますね。はい、すいません、本当にすいません本当にすいません。大地さんどうもこんばんは。あ、大地さん来てくださってありがとうございます。すだちわんさん、生きる意味教えてくださいじゃなくてどう生きるかは自分で決めるのでしょうかって。そうね、決めなくていいんじゃないって私は思いますけど どう生きていくかなんか決めなくちゃいけないんですか？いや決めなくていいでしょ。いやどう生きたっていいし、まあ、その枠を作ろうとするんですけど私たちっていうのはね。だから意味を知りたいっていうのはその枠を作りたいんですよね。でその枠の中に自分を収めていきたいって、まあ、そういうふうに思うわけなんですけど、でその枠が、まあ、溶けていくというかその枠組みっていうものがなくなっていくっていうのが、なんか、大切なような気がしますけどね。その社会に属すると必ず枠組みっていうのができるんですよね。その私だったらそのお寺の住職っていう風な枠組みがバシッてついて、でまあなんか男だとか35歳だとか父親だとかいろんな枠がついていって、でその枠の中に自分を収めていこうってしていくんですけど、本当はそんなものはどうでもよくてですね、本当はどうでもいいんですよね。だけどどうでもいいと言えるその生活ができをしてないので、ね、それができる生活ってある意味出家なんですよね。なんかこう気の身気のままでバックパッカーとかしたことある人ってなんかそういう感覚に近いものを感じたりすると思うんですけど、なんか広い莫大にでかい世界に一人ポツンといて、まあいいやあれどこまで読んだんだろう。大地さん800人おめでとうございます。どうもありがとうございます。大地さんどうもありがとうございます。今回のテーマとは違って恐縮です。以前ツイッターで生活保護をもらえるようにはなったものの、また全額パチンコに使い果たし、ご住職のご慈悲でコンビニでパンとおにぎりとお茶をカゴに入れたら、これじゃ足りんじゃろ、もうちょい入れときって情けをかけてもらったら、食後にフルーティーな一服を楽しめた丸ボロを入れたあの青年のご時世がありました。ぜひお聞かせさあ、あの青年ね、そうあの青年は数日後にもう一回うちの寺に来ましたね。で数日後にもう一回うちの寺に来てお金がなくなりましたって言ってきましたね。だからまあそのいろいろね抱えてるものがあったので彼も、だから
そういったものを生産してから来てくれっていう風にね言いましたね。だから友達になろうよって言って、でただ友達になるためにはその友達付き合いができる状態になってくれっていう風に言いましたね、うん、今の状態では申し訳ないけど友達として紹介できないからって、ね、で枝広は一緒にいるあいつ誰なのって言われた時に紹介できないって、だから紹介できる状態になってから来てくれっていう風に、ね、言いましたね、うん、で、まあ、とりあえず食べるもん買って買い出しましたで、その時に彼がその枝広さんと友達になりたいから、だからちゃんと筋を通してきますって言ってね、そうやってなんか帰っていきましたね先日ラジオの人生相談でちょうど同じような身内からの相談があり、人生に失望しているからとアドバイスされていました。今回のテーマとは違って恐縮です、すみません。人生に失望しているからとアドバイスされていました。その生活保護をもらってパチンコに使い出したっていう人に対して、あなたは人生に失望しているからっていうふうにアドバイスしたってことなんですかね。まあなんか何ですかね、なんかあんまり難しいことを言ったりとか、かっこいいことを言ったりとか、なんか難しい話するっていうよりは、なんかまあ一緒にいましょうっていう感覚ってのは大切じゃないかなと思いますけどね。なんかなんか一人でぼーっとしちゃったらなんか辛いことってあるじゃないですか、だからなんかまあ一緒にオンラインゲームでもやろうかみたいなね、でそんな状態でもあれば人って案外なんかやっていけるんじゃないかなって、そんなこと思ったりしますね、殻があれば幸せ、何々がなければ自分は生きていけないというように、外部の何かに依存した生きる意味というのはいずれ崩れ去ってしまうのかな、執着しない方がいいとか、崩れ去ってしまうっていうか、まあ、普通になくなりますよね、そう崩れ去ってしまいますよね、普通になくなります、なんか私が今子供がすごい大切だとかって言ってるけど、子供だって大きくなりますしね、大きくなったらおらんくなりますしね、それに大きくなる前にね死んでしまうかもしれないじゃないですか。そしたら子供を亡くした親っていうのはじゃあ生きる意味ないのかっていう話になってきますからね。だから、まあ、普遍的なテーマというよりは今はこれを大切にしていますねっていうぐらいの受け止めの方がいいですよね。平和だから生きる意味を考えられるんですね。食べることができなければ食べることしか考えられないですもんね、ヤスさん。そうですね。確かに、まあ考える時間があるっていうことですよね、本当。じゃないですね。ミキチキさん、私は生まれてすぐに命に関わる状態だったらしく、生かされて今を生きています。欲まみれだけど。そうだったんですね。いやでも本当生かされて今があってよかったですね。なんかこうなんだろう、大きくなってその自分のその記憶にないような恩っていうのを後から知るってなんかすごい尊いですよね。その赤ん坊っていうのは何も分かんないけど、でも何もわからないときに自分を助けてくれたものがあるってね、でそれを知って今の命を生きているって、まあ、すごい尊いことですよね。やすこさん、生きる意味と生きがいは違いますか。あ、でも同じ意味と考えてもいいんじゃないですか。生きがいっていうのが生きる意味なんだっていうふうな感じですかね。今自分はこれが生きがいなんですよ。だからこの生きがいがあるっていうことはなんかそのまんまそれが生きる意味になっているんですよって言っても別におかしくないですもんね。生きる意味と方向が定まることですかね、なるみさん。
我というものにとらわれ、迷いの人生を生きている私に知恵と慈悲を与えられることによって、生きる尊い意味を見出してくれるような気がします。うん、すごい仏教的な捉え方ですね。まあ、仏教的なというか浄土真宗的な捉え方ですよね。生きる意味の方向が定まることですかね。まあ、でも方向が定まるっていうのはやっぱりあるんでしょうね。浄土真宗の場合には、その死ぬっていうことが同時に仏になるっていうことだから、すごいことなんですけどね。普通人生で死ぬなんて一番あっちゃいけないことじゃないですか。その死ぬことっていうのは人生で一番あっちゃいけないことでしょ。だけど浄土真宗は死ぬことがそのお浄土に参って仏になることだっていう、そのまあ仏教の目標、目的になってますんで、だから死ぬことと同時にその目的が達成されるっていう宗教が浄土真宗なので、だから死ぬんだけど同時に仏になるんですよっていう風に、そのいただいていくっていうのも、まあ すごい話ですけどね。だからその親鸞聖人がね、お亡くなりになられたことをね、往生の疎開を遂げられたっていう風に言うんですよ。往生の疎開を遂げられた、その命を終えていくことを往生って言って、で、疎開っていうのは、まあそのずっと持っていた願いっていう意味なんですよね。こう夢見ていた願い、でその願いが達成されたっていう意味なんですよ。往生の疎開を遂げられたって、いや死んだってことなんだ、死んだってことなんだけど、でそれをそのずっと待ち望んでいた願いが叶ったんだって、そんな風にですね表現していく。まあ本当に。普通の一般的なその社会の尺度とは全然違うものがそこにあるんですよ。めぐるさん、こんばんは。800人おめでとうございます。あ、どうも。めぐるさん、どうも、こんばんは。よく来てくださいました。いつもありがとうございます。釈浄土さん、こんばんは。おめでとうございます。何を思ったか、久しぶりにレスポールの弦張り替えて盛り上がってギター弾いていたら不覚に出遅れてしまいました。本当に素晴らしいことです。今後ともご配信をお願いいたします。あ、どうも、浄土さん、ありがとうございます。先日ですね、うちの本校に釈浄土さんが お参りに来てくださってですね、初めてお会いさせていただきました。どうも、ありがとうございます。もうすごいね、ニヒルでダンディーなね、かっこいい男性でしたね。もうなんかね、かっこいい方座っておられるなと思ったらね、釈浄土ですって言ってね、名刺を渡してくださいました。あ、そうだったんですかって、あの浄土さんですかって、ね、お話をさせていただいたんですね。なるみさん、町江さん、私はお寺に生を受けてそれだけで生きている意味になりますね。私たちは決して死に向かって生きているわけではないと思います。今を生きるかな。そうですね、まあ、死に向かって生きているわけではない。いや、まあそうですよね。まあ、生まれてきたからには死ななくちゃいけないんですけど、死ぬために生きてるのかっていうとそうじゃないっていうね、ところっていうのはあるのかなと思いますね。AK さん、趣味はありますか？いい暇つぶしの方法を教えてほしいです。そうですね。まあ、趣味は、そうですね、まあ音楽好きなんでバンド活動してますし、あとカメラが好きでね、だからデジタルカメラとか持って行ってパシャパシャ写真撮ったりとか、そういうカメラマンとしてのお仕事っていうのもちょこちょこしてまして、そんなことがまあ今は趣味かなと思うんですけど、まあ実際その仏教自体がまあ趣味みたいなもんなんで、そう、かなというふうに思いますね。キャプテンさん、あまりに深く考えすぎてしまうと芥川龍之介や太宰治のように最後には、自殺してしまいそうで怖くなってきてしまいます。深く考えて楽しく生きるのが良いと思います。どうなんですかね。まあそうですね。まあそうですねとしか言いようがないな。
考えるっていうことは大切なことで、思いをね巡らして考えるっていうのはすごい大切なことなんですけど、同時に大切なのはその自分の考えっていうのは大したことにはならんっていうぐらいに思っとる方がいいと思いますね。自分の頭で一生懸命ものを考えるっていうのは大切なんですけど、考えて出た答えっていうのも大したことではないぐらいに思ってる方がいいんじゃないかなと思いますね。でそのために仏教には経典っていうのがあるので、だからなんか自分はこう思ってるんだっていうことをすごい主張することってあるんですけど、いやだからどうしたのっていうのが実際のところなんだろうなとは思いますね。なるみさん、生きる意味は他人から見た意味のことではなくて自分にとっても意味なんでしょうね。自分が求めている生きる意味はそういった外部の環境に左右されるものではないんでしょうね。そうね。なるほど。そう、なるみさん にとってのその生きる意味、自分にとっての意味、そうですよね。そうで、まあその意味っていうのは、まあそのどんどんその変わっていくっていうぐらいに思ってるのがいいと思いますね。なんかこう公言すると、そのなんかそれになんかこう属さないといけない感じがするので、そんなことないよっていうぐらいね。いやラーメン好きだって言いながらラーメン屋に行って、そのラーメン好きだった言いながら結局チャーハンだけ食べて帰ってもいいんですよ。そんなもんですよ。あ、佐藤総裁さん、どうもありがとうございます。800人おめでとうございます。ありがとうございます。どうも本当にありがとうございます。いつも楽しませていただいております。ボスパパさん、結局商売も人のお困りごと解決やお役立ちじゃん。人に尽くして尽くされることが生きる意味なのかも。まあ、そうですよね。まあ、商売ってのはまあ人のお困りごと解決、本当そうだと思いますね。人のやっぱその人の悩みとか、その人の苦労とか、まあ、人の苦しみとかっていうのをその取り除いてあげるっていうのが商売ですもんね。本当そう思いますね。佐藤総裁さん、意味なく生きちゃいけないんでしょうか。いや僕意味なく生きてますからね。その意味なく生きていいですよね。なんかその意識高い系みたいな、なんかね、別にそんな必要全くないですよね。意味なく生きるっていうことが、まあ、生きる意味なんですみたいな。なんかよくわかんないけど。そうね、本当に意味なく生きていいんですよ。その生きる意味とか生きる理由とかっていうのはそのいくらでも後付けしたらいいし、でそんなものを意味付けできないんだったらしなくていいし、てかもうそもそもないんだからぐらいに思ってる方がいいと思いますし、ただそのなぜ生まれてきたかっていうことはその明確に述べられているんですね。これはまあお経典にその述べられているわけで、そのなぜ生まれてきたか、死んだらどうなるかっていうことは知ってるっていうね。だからその生きているっていうのは、まあそのなんで生きてるのかっていうのはそのまあその勝手にしたらいいんじゃないっていう感じですよね。別に生きたっていいし、その命を終えていったっていいし、どうであっても大丈夫ですよっていう世界がこう今私の中には広がっているんですよね。生きたっていいし、命を終えていったっていいしって、死にたくないよ。その何だろう、命を終えて生きたくないわ。その命を終えて生きたくはないんだけど、だけどそれでも大丈夫だよっていう世界が広がっているっていうのがですね、すごく大切な気がしますね。なるみさん、生きることと死ぬことの意味を見極めた方が良いのでしょうが、なかなか難しいですが、仏教という教えがあり、豊かな生き方を教えてもらえるのではないかと感じます。ですね。そうね。その仏教って、その生きるっていう字、生っていうあの字を、まあ、生って読みますよね。で、生まれるっていうふうに読むんですけど、その、生老病死、生まれて老いて病に倒れて死ぬって、
で、生きることっていうことをその仏教ってそんな言ってんのかなって思うんですよね。その生まれてきたよねっていう話はよくしてあるわけなんですけど、その今こう生きていきましょうみたいな話ってそのどこに載ってんのかなってちょっと思いますね。スダチファンさん、モチベーションが上がっている時とモチベーションがどん底の時全然違うけど生きる意味があると思います。常にぐるぐるゆらゆら揺れ動いて不安です。そうね、モチベーションが上がる時とモチベーションがどん底の時っていうのはどういう時なんですかね。どういう時にモチベーションが上がってどういう時にモチベーションが下がるんですかね。なんかそのモチベーションとかってそのなんだろうね、すごくその曖昧な感覚だと思うんですよ。そのモチベーションが上がるモチベーションが下がるってすごい曖昧な感覚 でその曖昧な感覚なのにそれが絶対かのように感じてるんですよね。まあなんだろう、そのなんかいい例えがないかな。モチベーション上がるとき下がるとどん底のとき、すごい曖昧なんですよね。事柄一つで180度変わってしまうようなそれぐらい曖昧なものであると思いますね。だからまあ常にぐるぐるゆらゆら揺れ動いていて不安ですって、だから常にぐるぐるゆらゆら揺れ動いているっていうのが今なんでしょうね。だから揺れ動いていない状態になろうっていうことがまあその無理なんだっていうことかもしれませんけどね。常にぐるぐるゆらゆら揺れ動いているっていうのがまあ通常というかね、通常運転というかそういう感じはしますよね。町江さん、話違いますが枝広住職若林さんと殿堂院同期なんですか。まあ殿堂院同期ですよ。若林さんも大変お世話になっております。同期です。小林さんと100人達成おめでとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。馬場さん、置かれている場所は自分で決めた場所でもあるので精一杯行きます。頑張ったりサボったり。そうなんですよね。そう、精一杯行きますってすごいいいですね。頑張ったりサボったりだね。大体まあそのサボりを大体ほとんどサボったらいいんですよ。でほとんどサボって普通のことしてるときを頑張ってるって言った方がいいですね。まあそれぐらいがいいんじゃないでしょうか。クレイジークールヤスさん、僕はぼーっと生きてます。いやそうなんですよ、ぼーっと生きるっていうのがまあいいんですよ。私もそうですね、大体ぼーっと生きてますね。はい、あのチコちゃんにね叱られるじゃないですか。ぼっと生きてんじゃねえよって言ってチコちゃんに叱られるんですけど、なんで叱られなくちゃいけないのかって言って、いやぼーっと生きろよって言って思いますけどね。その、いやぼーっと生きていいんですよ。5分でわかる突然エンタメ仏教講座、もうなんか長いよね。なんかもっちーって書いてほしいわ。モッチーさん、そういえばなぜ浄土真宗では御朱印を書かないんですか。またなぜお唐塔婆を書かないんですか、ふと思いました。問題とは違う、ぜひお伺いしたいです。そうね、そのもう御朱印っていうのが、その書かない理由、まあ御朱印をやらない理由っていうのはもういまいちよくわからないんです。よくわからないんだけれども、その浄土真宗ってお札とかその、お守りとかお札とかおまじないとかそのお払いとかそれ全部やらないんですよね。で御朱印っていうのは、まあ、農協帳だからその写経してそれ提出して、でそのポンとその印を押してもらう、まあ、その帳面だから別にその御朱印別にいいじゃないかって思うんですけど、そのそもそものその写経をするその意味ですねっていうのが昔と今は違いますよね。でそもそももうもはやその写経もせずに出して印をついてもらうじゃないですか。で
それがその御朱印がこう溜まって御朱印帳にいっぱい御朱印がある状態がいわゆるその御利益があるものなんだっていうふうにその考えると、でそうなってくると浄土真宗の教えに合わないよねっていうのでやらないっていうことだと私はそう思ってるんですけど、ただ良くないってね、その御朱印良くないって僕は思ってますけど、うん、浄土真宗御朱印で検索すると大谷派のホームページに大谷大学の教授がですね、御朱印はこういう理由でやらないんだって書いてある文章があるんですけど、その文章を読んで、まあみんなその検索すれば出てくるんで読んでもらったらいいと思うんですけど、大体えって思いますよ。そうなのっていう、いやこれで納得しろって厳しいだろうっていうことは思いますね。で東和を書かない理由、その東和ってあれストゥーパですよね。ストゥーパっていうことはそのブッシャリ島ですよね。あれそのあれって逆になんでその一個人のお墓にそのブッシャリ島を建てるんですかね。その私が大学一応仏教学科だったんですけど、その私が習ったそのストゥーパというのと日本人の感覚のお墓っていうのはかなりその乖離があるような気がしてですね、その逆になぜその塔婆を書くのか、そのストゥーパっていうのをなぜ用意するのかっていうのをちょっとまあ逆に知りたいなっていうところはあるんですけど、そうなんか書かないんですよね。そう ないんですよね、まあ、書かないからすごい楽といえば楽なんですけど、いつまでたっても習字がうまくならないっていう感じあるんですけど、大事さんそれは、みもさんこんばんは、800人おめでとうございます。あどうもなっております、ありがとうございます。右足ブレーキ長くていいよ、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 はい、すいません、はい、本当 あんまり短くないようにしようと思います、ちょっとよくわかんない。なるみさん、大さん、アドバイスありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。釈浄土さん、大様ありがたいアドバイスです。これは本当ですね、まあ、今後気をつけていこうと思います。小林さん、できることなら考えたくないけどいずれ通る道なんですね。ごめん、そんな何の話だったのかちょっと分かんなくなっちゃったけど、はい、まあ、いずれ通る道ですね。はい、そう思います。なるみさん、今日の水分補給はホットクール、その私はあったかいお茶とか飲むとこう体にそのブツブツが出るような、いやそういう風な感覚があるので、いつもこうキンキンに冷やした麦茶を飲むようにしています。はい、常にキンキンに冷えてないとダメなんですよね。ミモザさん、一日一日を丁寧に生きていたらいいのかなと思います。丁寧に生きるというのが人それぞれ違うのかなと思います。そうですね、その一日一日丁寧に生きていた、そうですね、どうだろう、じゃあその一日一日その丁寧に生きていなかったらそのダメだっていう話になりますよね。なんか私はその丁寧にその生きてなくてよくないって思ってるんですよ。っていうか、そうなんですよね。でもだからその多分あれですよね、多分定義が違うんでしょうね。多分本当にみおさんおっしゃるように多分丁寧に生きるっていうことのその定義がやっぱり違うんでしょうね。なんて思いますね。小林さん、僕は生きてるんじゃなくて生かされてるんだと思います。生かされてる、そうですね、生かされてる、そう、生かされてるっていうのをその具体的にその言うとどういう風な状態なんですかね。
生きているんじゃなくて生かされているんですよっていうのって、具体的に言うとどういう状態なんですか。もうちょっと聞きたいなって思います。町江さん、枝広住職は経典を大事にされますよね、勉強になりますって。いや、もう全然読めてないけどね、読めてないけど、ただまあね、まあお経典っていうのはまあ大事にしたいなとは思いますよね、できなくてもやっぱ大事にしたいなと思います。ミキチキさん、いろいろな人との出来事を経験して夫と出会った時に、その出来事のどれか一つ欠けても俺たちは出会わなかったかもしれないと言ってました。これも縁だって、のろけってやつですね。そうですよね、だからよく良縁とか悪縁っていう言い方しますよね。縁について良い縁とか悪い縁っていう言い方するんですけど、その誰が決めたのっていう話じゃないですか。良縁と悪縁って誰が決めたのっていうと思うんですよね。で、その縁には良し悪しがないっていうんですよね。良し悪しがないって、普通宝くじが当たったらこれは完全に良縁だと思うんですけど、宝くじが当たったということで人生棒に振る人もいるんですよね。だったらその人にとっては宝くじ当たるっていうことは本当にいい縁だったかって分かんないですよね。だからその縁っていうのは本来その良いも悪いもないんですけど、私たちは私たちの都合で良い縁だけ欲しくて悪い縁はいらないって切り捨てていくんですけど、その悪い縁だと切り捨てた縁が良い縁である可能性もあるし、良い縁だと思って受けた縁が悪い縁であるってこともあるんですよね。で、この良し悪しっていうのが自分の感覚一つで変わってしまうっていうね、まあ、それがまあすごいふわふわしてるっていうことなんでしょうけどね。まあミキチキさんの、まあのろけが聞けたっていうことで、まあ良かったなと思います。ミモザさん、丁寧に生きるって分かります。味わって生活していたらいつも発見できなかったことに発見できたり。ああ、なるほどね。そうですね、まあなんか小さなその出来事、まあ、小さな当たり前をすごいありがたいことのようにして受け止めていけるってすごい素晴らしいなと思いますもんね。確かにそういう意味で丁寧に生きるっていうことですかね。なるほど。あ、ちょっと飛んじゃった。あ、はじめましてかね。A、B、なんて読んだらいいんだろう。ちょっとどう読んでいいか分かんない。なんか読み方をまた皆さん教えてください。A がフォレスト・ガンプが生きる意味について考えさせられる作品なのでおすすめです。フォレスト・ガンプね、フォレスト・ガンプ見ましたけどね、なんかもう忘れましたね内容。なんかもう一回見てみましょうかね、フォレスト・ガンプ。まあなんか走ってるイメージしか残ってないっていう、もう 最悪な感じですけど、ね、大地さん、御朱印はおそらく御朱印より霊場巡りの方が本体だっただろうと思うので、その辺の都合じゃないでしょうかと想像しています。観音霊場とか、なるほど。まあそうなのかもしれませんね。まあいいんじゃないと思ってますけどね、本当に。いやもう、でも実際に浄土真宗でも御朱印出してるお寺さんいっぱいいますし、うちも頼まれたら出しますからね。まあ出すっていうか、まあ私が書いて印をして渡すっていうだけなんですけど、だから実際やってますからね。キャプテンさん、パチンコ青年その後のお話ありがとうございました。エダちゃんさんに巡り会えたことで彼が前向きに生きようとされることになってよかったです。今晩がぐっすり眠れそうです。本当ね、彼どうしてるんでしょうね、本当にまだ若いからな、本当に。本当のもの知らず、ごめんなさい、 KY2 たけさん、本当のもの知らずって言葉通り仏教界の中で少数派なのにプレッシャーみたいなのってないんですか。 KY2 たけさん、キリスト教では東方正教会は西方教会がグレゴリオ暦準拠なのに対してウィリウス暦なので1月にクリスマスをやるんですが、
伝道のために12月24日にやるところもあるそうです。どの宗教もそういうのありますね。うん、まあほんなるほどね。まあまあ どうでもいいっちゃどうでもいいです。そうね。まず本当の物知らずって言葉通り仏教界の少数派なのにプレッシャーみたいなってないんですかって。うん、そうね。まず本当の物知らずっていう意味ですけれども、その知識がないっていう意味じゃないんですよね。その浄土真宗は、まあ、物意味すべてを、まあこきまあまあ、知らない、まあ、知らないというか、うん、まあ、それを習それに習わないっていうことなんで、旗から見ると物知らずに見えるっていうふうなことで、まあ、例えばお日柄を気にするとか自覚を気にするとか、そういうなんかこう世間一般の的な常識ってあるじゃないですか。その常識で、その常識に習わないので、浄土真宗はそのお日柄も気にしないし自覚も気にしないし、その方角とかも気にしないし、うん、だからまあね、そのなんだろう、あとその喪に服すとかそういうこともしないし、お札もないしお守りもないしお祓いもないしっていうので、その、ね、浄土真宗本当にその世間知らずだろうみたいな、常識知らずだろうって、でそんなことやらないとっておかしいでしょっていうことで、門徒の物知らずっていうふうに言われてるんですね。だからその知識がないっていうことを物知らずと言われているわけではないっていうことですね。で仏教界の中で少数派なのにプレッシャーみたいなのってないんですか。どうなんですかね。仏教界の中で少数派なのかっていうと、まあ、別に少数派ではないんですよね。別にまず、まあ、少数派ではないなど、ただその仏教界の立ち位置として明らかに浄土真宗って外れてますよね。そのまあ明らかにその、まあ、枠外というか、もうなんかもうそのずれてますよね。うん、でそのそれはまあ事実としてまあずれてるわけですよね。だってお坊さんが髪の毛生えてるっていう時点で他宗のお坊さんからすると、え、何なのっていう話じゃないですか。だからそういった意味では浄土真宗って明らかにそのずれているんですが、その少数派なのかっていうと別に少数派でもないんですよね。うん、まあ日本においてはね。っていう感じではありますかね。うん、で別にその数が少ないからプレッシャーとかって別にないですけどね。うん、うん、別にまあないかなとは思いますね。うん、まあ普通にまあそのなんだろう、いろんな宗派のお坊さんと普通に交流ありますし、でまあ僕は結構そのなんだろう、その他宗のこと全然知らないっていうのがあるので、だからもう教えてほしいなと思いますしね、普通に。うん、まあなんか浄土真宗の坊さんってこう面倒くさがられてるっていうのが実際のところだと思うので、だからまあそんなに面倒くさい感じにね、まあしないようにしたいなってはとは思うんですけど。うん、大地さん、ポリシーの話、軽いのは収益化で影響出ます。一線を越えるとライブ配信がプツッと強制終了になって事例もあるそうです。長い目で見ると YouTube のマスクデータみたいな感じでチャンネルの評価が下がりますので、おすすめ動画に上げてもらいにくくなり、チャンネルを育てにくくなります。機械が判別してますので、その話題をしていると悟られなければ大丈夫なはずです。うん、なるほど。じゃあなんかこう別の言い方をしないといけないっていう、まあ、そういう感じなんですかね。うん、すいません、ありがとうございます。全然よく分かってないので、今後気をつけていこうと思います。コバヤンさん、生かされているの件、数年前に一般的な大病を患いましたが、その時はもう人生終わったと思いましたが、運が良かったみたいで1ヶ月後は社会復帰できました。もちろん元気になりたい。うん、そうだったんですね。本当にそれはそれは、うん、よかったと思います。やっぱりこう大病とか患うと
なんかこう人生観が変わるというか、多分そういう風な感覚があるんでしょうね。あそこでもう終わってたかもしれないっていうことを思うとね、そのかなと思いますね。いや本当に良かったなと思います。ミキチキさん、のろけです。去年旅立ってしまい独り占めです。あ、そうなんですね。どうですか。それは独り占めです。ハートマークってのがいいですね。いや本当独り占めしていただきたい。まあ私もそこに乗り込もうかな乗り込もうかなんていうのもおかしいけど、ごめんなさい、思っていましたが生かされているんだなと思った次第です。あ、こう文章続きですね。もちろん元気になりたいと思っていました。生かされているんだなと思った次第です。なるほど、ですね。なるみさん、自分は枝広住職さんの動画を見ているとき面白すぎて生きる意味すら忘れてしまいます。ということで皆さん、悲しくなったら仏教エンタメ大寺院×星野源さんのうちで踊ろうを拝聴してみましょう。そして再生回数増やします。あの動画一番しょうもない動画ですからね。すだちファンさん、慢性疾患で手術しましたが完治しませんでした。人生終わりと思ったこともあります。服薬でコントロールしていますが体調不良になることもあり、他人の目も気になりビクビク生きています。そうだったんですね。慢性疾患って、まあそのどれぐらいのその疾患なのか分かりませんけれども、でもやっぱりその体の自由が効かなかったりとか、その自分の思うようにことが進まない時って、やっぱりこう気分が落ちますよね。ビクビク生きています。そうね、他人の目が気になる、他人の目が気になるっていうのは、そうね、なんで他人の目が気になるんだろうね。その疾患を隠したいっていうことなんですかね。ともなんかこう、どうなんだろう、やっぱり他人の目って気になるんですかね。私は比較的あんまりその他人の目が気にならない性格なのか、もうちょっと気にしないといけないってよく言われるタイプなんですよね。でもまあ気になるんですよね。まあ気にしなくていいって言えばそうなんですけど、でもまあ他人の目が気になる時っていうのは、言い換えてみればその自分が何か一つを見つめてない時でもあるっていう感じがしますよね。何かに没頭してると他人の目っていうのは気にならないんですよね。まあ没頭してるとっていうか必死になってたらあんまり他人の目っていうのは気にならないですよね。なんかそのなんだろうね、まあなんかすごく大切な、まあ例えばスポーツ選手とかだったらすごい大切な試合を控えてたりとか、なんだろう、まあ、格闘技でもボクシングでも何でもいいけど、なんかこのあと世界チャンピオンと戦わなくちゃいけないっていうそのボクサーみたいなだったら、その地元の同級生がなんかこう自分のことをなんかこう気持ち悪いやつだとか言ってたみたいな、なんか悪口言われたみたいな、いやそれ気にならないでしょ。で今から世界チャンピオンと殴り合わなくちゃいけないのに、その悪口言われたとかそんなことどうでもいいみたいな感じになるじゃないですか。なんかその人の目が気になる時っていうのはその集中できてない時なんですよね。何かにこう自分で集中してる時って人の目は気にならないですよね。気にならないっていうか、まあその余裕がないっていう感じですよね。だから
やっぱ何か没頭できるもの、があるっていうのは大切なことなのかなと思ったりはするんですけどね。KY2 竹さん、浄土宗は般若心経も位牌も用いるらしいので、そうね、その浄土宗は般若心経も位牌も用いるらしいので、まあ、浄土宗、まあ、その結局その法然門下っていうのが、まあ、その親鸞上人が分かれて法然門下から出ていったっていうよりは、まあ、その浄土、まあ、法然上人の後に、まあ、いくつかの系統に分かれたっていう、まあ、その中の、まあ、浄土宗、その清山派とかね、鎮西派とかで浄土真宗とか、まあ、そんな風な感じですよね。だから、まあ、その浄土宗っていう一括りにすると、まあ、結構清山派と鎮西派でも結構違うんでね、っていうところもあったりしますよね。で、般若心経を用いる理由ですよね。なぜ般若心経を用いるのかっていう理由っていうのが結構大切な気はしますよね。で、いつから用いているのかっていうことも大切だと思いますし、あの別に浄土真宗だって般若心経を読んじゃいけないとかっていうルールないんですよ。別に読んだっていいんですよ。読んだっていい、でも実際にあの般若心経ぐらい読まないと、そのなんだろう、そのお坊さんしてて般若心経は読んだことないですっていうのは、そのちょっと良くないと思うんですよ。読んだことないですってのは、あの度胸したことないですっていう話じゃなくて、いやちゃんと般若心経をそのちゃんと意味ちゃんと読んだっていう、どんなことが書いてあるのかっていう、ね、その般若経典全部読めって言われたらさ厳しいけどね、般若経を全部読めって言われたらちょっと厳しいけど、まあ真行ぐらいはね読まないとっていう感じはありますよね。だから別に般若心経は別にね、そのなんだろう、そのまあこう拝するお経ではないですから、ただやっぱりまあ難しいのでね、だからやっぱりこう簡素に述べられるっていうことは、その簡素に述べてあるっていうことは、その開いていくとめちゃくちゃ量があるってことなんですよね。わかりますかね。その本来はものすごい長い文章で書かなくちゃいけないものをこうギュッとしてるわけですよね。でギュッとしてあるってことは、それを開いていく作業が必要になるんですよ。だから般若心経をそのまんま日本語訳にしたって何の意味もないというか、現代語訳でいくら般若心経を読んだってその意味わからないので、だから結局その260何文字でしたっけ、ちょっと忘れましたけど結局そのわずかなその文字数にギュッと収め込めてあるわけですから、でそれを開いていく作業っていうのはめちゃくちゃ大変ですよね。ですんで、まあその意味も分からずにその般若心経をなんだろう、度胸するっていうことが、まあ、多分その浄土真宗の坊さんとしてはあんまりしがたいっていうことなんだろうとは思うんですよね。多分そういうことなんだと思うんですけど、でも大体の坊さんはその般若心経は読んでるんじゃないですかね、な感じはします。あ、丸友さん800円おめでとうございます。着々と伸びてますね。真摯に答えられる姿が素晴らしい、尊敬します。いやいや本当に、もう本当にトメさんどうもありがとうございます。本当にお疲れ様でございます。大山田大五郎さん、生きる意味はいりますかねって、いやまあいらないと思いますね。生きる意味ね、いらないんですよ。だからいらないって言える人と生きる意味が欲しいって人もいるんですよね。だから意味付けしないと生きていけないっていう人もいるんですよね。やっぱそのなんだろうね、その真摯に真面目に向き合えば向き合うほど、その答えや意味っていうものをがないと、まあ、取り組めないっていう人もいるんですよね。なんかその仕事の向き合い方とかとちょっと似てて、なんかその日本人って結構その仕事を人生そのものみたいに語ることがあると思うんですよ。その
人生 なんだろうその仕事でこんな仕事をしてこんな風に生きてこういう風にするのが人生の生きがいなんだみたいな感じに、その仕事イコール人生みたいな感じにこうしがちというか、 でも実際仕事っていうのはその自分の時間をそのお金に換金してるっていう、まあ、そういう作業だっていう風に考えてもいいじゃないですか別に。だからなんでその仕事してるのって聞かれた時に、いや別に自分ができる仕事でそれなりにお金もらえるからこの仕事してるんだよでいいはずなのに、そのなぜこの仕事をしているのかその意味がいるんだみたいな、いや別にいらないでしょって思うんですよね。その仕事何してるの、こういう仕事してるよ、なんでそんな仕事してるの、その仕事にはどんな意味があるの、君の人生にはどんなプラスがあるのって、でもその考えなくちゃいけないのかなって思いますけどね。でそれがどうしないと仕事ができない人ってやっぱりいるんですよね。ないと仕事ができない人もいるし、でもそのいやいや自分にできる仕事だし今の自分ができる仕事だし、その働いたら働いただけお金はもらえるし、でもらったお金で自分のしたいことしたいし、だからこの仕事してますよっていう人だって山ほどいるわけなんですよね。だからその生きる意味っているのかっていうふうに言われたら、 いるっていう人もいるし、いらないっていう人もいますよね。さくらんぼうさん、千住念仏苦笑念仏だけ造業を交えないを説かれた法然上人の教えを素直に継承しているのが親鸞上人だと存じます。まあ、さくらんぼうさんやっぱそこら辺ね、すごい戦ってこられたというか、まあ、しっかり明確に示してこられたお方なので、そうですね。だから、まあ、私もその法然上人のその教え、千尺本願念仏集っていう、まあ、法然上人のまあ、示された著述ですけれども、僕千尺本願念仏集をすごく読み込んでいないので、いまいちその法然上人の教えとはみたいなことってちょっとこうなんか、まあ、語れないみたいなところあるんですけど、だけどやっぱりまあそのやっぱ勧行なんですよね、法然上人の教えって。やっぱり勧行ですから、まあその、まあ、禅道大師というねお方を見出されたお方といっても、まあ見出した、まあ、そこまで言ったらちょっと禅道大師に申し訳ないのかもしれないですけど、不遇のね、お方であったその禅道大師というかね、禅道大師を、まあ、法然上人が、まあ、素晴らしいお方だとね、こう見出していかれたっていう。そういうような感じがするので、だから、なんか法然上人はなんか、やっぱ勧行なのかなっていうことをちょっと思ったりはするんですけどね。勧行におけるその六字のその苦笑念仏っていうところなのかなとなことを思ったりしますよね。やっぱりそのまあだから、どうなんかな、やっぱりこう親鸞上人、その浄土真宗っていうその教団を、まあ、覚如上人が立ち上げるに至って、やっぱり法然上人、法然門下の親鸞上人ではなくて、やっぱその親鸞上人を開祖とする教団をやっぱ作らなくちゃいけなかったというか、まあ、作りたいと思われたんでしょうね。ちょっとなんかこうすいません、なんかライブ配信でなんかあんまちょっといい加減なこと言えないなと思って、そういう言葉選びながら話しているので、ちょっと変な話になってしまって申し訳ないです。すいません。挨拶が遅れました。はじめましてです。エビさん、千人達成記念はタオルも客していただけませんか。あ、タオル。あ、タオルね。ありがとうございます。じゃあタオルもじゃあちょっと考えておきます。はい、T シャツはちょっと考えていたんですが、タオルもじゃあ考えておきます。ベリーキャープさん、枝広住職、今週会えるのを楽しみにしています。何万だろうな、下履いてねって
あ、ベリーキャップさん、なんか、はい、お待ちしております。なんかご夫婦でね、うちのお寺来てくださるということで、はい、お待ちしております。カズさん、仕事の話、同感です。ありがとうございます。大山田大五郎さん、ぬお、想定以上のお答えをいただいた。お主、なかなかできるなと。武士なんですか、その、お主、なかなかできるなと。ちょっと、武家の方なんですかね。青天井さん、意識高い系の方は常に意味を持っていることに自体に意味を見出しているように見えます。私には無理です。そうね、はい、そうね、常に意味を持っている、ね、そうね、うん、そう、なんかね、その、ま、意味がないっていうことを、そのめそのなんその意味がないことをめでることができるっていうことの方がなんかありがたい気がしますけどね。なんかこう、これにはこういう意味があってみたいな、こうこうこうで、これをやったらこうでこうでとかって、いや、まあそのね、いや、もうその良くないっていう、意味がないっていうことがいいじゃん、愛らしいじゃんっていうね、ところありますよね。5分でわかるモッチの仏教チャンネル。名前変わってる。なぜ塔婆を建てるかということですが、塔を建てて供養すべしと「法華経人力本」に書かれており、その建てられた方自身が功徳を積めるからという意味から来ておりますが、簡単に言うと建てることで救われる方がいる、いたからだと思います。方便です、ね、いや方便なんだ、はあはあ、塔を建てて供養すべし、うん、だから塔を建てて供養すべしってことは、だから本当はその塔婆じゃなくて、そのいわゆる、まあ、ストゥーパ、その、まあ、お墓のような塔をこう一人一人に本来は建てるべきなんだと。だけど、まあ、それはまあ今できないから、その塔婆を建てなさいっていう、まあ、そういうふうな感覚なんですかね。ちょっとその法華経のその人力本の塔を建てて供養すべしって、なんかその聞いたことあるんですけど、しっかり読んだことなかったんで、うん、ちょっとまあ読んでみたいなと思いますね。なんかお釈迦様がどういう文脈で塔を建てて供養すべしとおっしゃったのかって、その誰に向かってどのような状況でそれをおっしゃったのかっていうのをちょっと一回読んでおきたいなと思いますね。なんか聞いたことはあったんですけど、うん、その注力して考えたことはなかったので、モッチーさんありがとうございます。5分でわかるモッチーの仏教チャンネル、名前確かに長いので変えました。あ、変えたんですね。うん、でもなんか可愛らしくていいですよね。5分でわかるモッチーの仏教チャンネル、うん、いいと思います。5分でわかる、そう、5分でわかるって言いながらその名前がすごく長い、難しいっていうね。その、うん、だからその5分でわかるモッチーの仏教チャンネル、それいいと思います。釈浄土さん、記念ピックも記念ピックってそれも買う人ほとんどいないでしょ。三輪さん、こんばんは。800円おめでとうございます。配信ありがとうございます。穏やかな時間を過ごしてます。あ、どうもありがとうございます。三輪さん、どうもありがとうございます。大山田大五郎さん、ちなみに大山田だからお願いしますよ。あ、大山田じゃないと、大山田大五郎でいいんですかね。大山田大五郎さんですね。お願いします。あ、新しい方ですかね。真の漢字さんって呼んだらいいのかな。うん。こんばんは、生んだ仏って。いいですね。もうその、挨拶に念仏っていうのいいですよね。こんばんは、生んだ仏って言ってね。どうも、ありがとうございます。でも、こんばんは、南無法蓮華経でもいいですよ。全然。うん、こんばんは、南無大師遍照金剛でもいいですよ。はい、全然大丈夫です。ありがとうございます。何万ダウツ。なるみさん、私も近いうちにお参りに行きますので、下を履いて待っていてくださいね。そしてサインください。何万ダウツ。いや、いらないでしょサイン。はい、ぜひお参りください。はい、5分でわかるモッチーの仏教チャンネル、その辺は日本の先祖供養とミックスされて今の形になっていると思います。なるほどね、そうなんですね。大山田大五郎さん、最後に1個、
エロな心が滅せられないのですが、どうしたらいいですか。うん、エロな心が滅せられないのですが、どうしたらいいですかって。そうですね。その滅してどうするんですか。そのむしろ。なんかその、エロな心が滅せられないとどうしたらいいかと、まあ滅してどうするのかなっていう感じはしますよね。なんかその、まあその異性でも同性でもいいですけど、誰かを好きになるとか、まあ、その、まあスケベなことを考えるとか、まあそういうことっていうのは、すごいなんかこう美しいことだと思うんですよね。だからなんかなんだろう、まあみんなそうなんじゃないですか。すいません、大した答えが言えないですけど、その、ね、滅したいっていうふうに思ってるんですね。じゃあもうエロな心を滅したいと思ってるんですね。どうしたらいいですか。そう、でもなんか滅そのなんだろう、そのそれってなんかそのまあお腹が空くんですけど、お腹が空くのをなんとか抑えたいんですけど、どうしたらいいですかみたいな、まあ、そういう感覚なんですよね。そのどうやったらお腹が空かなくなりますかって、いや食べたらいいんじゃないって思っちゃうんですよね。そのいやもうさ、食べたらそのお腹いっぱいになるでしょみたいなこと思っちゃうんですよね。で、まあ、もちろんその多少その訓練で食べる量を減らしていくとかっていうのはできると思うんですけど、でも結局そうお腹は空くんですよね。そうだから別にお腹が空くっていうのはすごい大切なことなんでね、いいんじゃないかなと思うんですよね。そのうちのおじいちゃんがまあもう3年前に亡くなったんですけどね、その96歳で亡くなったんですよ。で最後そのじいちゃんもうそのお腹空かないんですよね。お腹空かない、だからお腹空かないからそのご飯食べないんですよ。でご飯食べないから、でもそのまあなんだろう、その体自体は何か別段どっかすごい悪いところがあるっていう状態ではなくて、まあそのまあ内臓もある程度動いてる、だけどもうお腹空かないって。だからね、そのお腹空かないからその栄養価の高いその栄養ドリンクみたいなものをこう飲んで、まあそのまあ命を長らえてたというかね、もうそういう状態だったりするんですよね。だからまあそのまあお腹が空くっていうこととそのエロっていうのはまあ同じような感覚で、そのそういうまあ心があるっていうことは、まあまだまだその元気だっていうことですよね。だからいいんじゃないでしょうかね。元気がなくなってくると自然となくなっていくので、どっちがいいのかっていう感じはしますよね。だからぜひ滅することなく、まあ、ある程度満たしていかれたらいいんじゃないでしょうか。すいません。あ、新色漢字です。新色漢字さんなんですね。はい、覚えましたよ。はい、新色漢字さん、はい、覚えました。カズさん BGM 良いですね。ありがとうございます。 BGM 良い感じでございます。ミキチキさん、家にいながらいろんな宗派のお話が聞けるなんて良い時代。いや本当ですね、いろんな宗派のねお坊さんがその YouTube でいろいろお話ししてくださるんで、すごくいいことだなと思います。新色漢字さん、龍大ボカロ同好会の代表です。そうなんですね。今じゃあ龍大生っていうことなんですね。ああなるほどなるほど、龍大生なんですね。じゃあ私の一応後輩ということになります。新色漢字さん、ボカロ同好会ってボカロ作ったりするんですかね。作る側ですか、聞く側ですかね。
うん、僕もボカロ好きですよ、うん、もう一時期ボカロばっかし聞いてましたね。ゆび、うん、さん、ミャンマーでは寺院は出家したお坊さんしか入れず、在家信者はストゥーパにお参りするそうです。うん、そうなんですね。なるほどなるほど。やっぱそのストゥーパっていうのはやっぱりその信仰の墓、あの旗ぼこって言って、そのストゥーパを中心にやっぱりこう布教伝道がなされていくっていう、そういう場なんですよね、うん、だからそのお釈迦様がお亡くなりになった後に、まあ、骨を砕いていろんなところに世界各国に持って行って、その塔を建てたって。でその何のために塔を建てたかっていうと、まあ、それを旗印に布教伝道するためだったんですよね、うん、だからそのストゥーパっていうのはやっぱりその仏法があふれる場所でありますよね、うん、大山田大五郎さん、お腹が空いたら食べたらいいんじゃないって名言いただきました。ありがとうでしたとか言って、ほんとしょうもない話ですけどね、うんまあ、なんかちょっとも知らん間に1時間半も話してたんですけれども、なんかコメントずっと読んでたらなんか何の話もできなかったなっていう感じなんですけど、うん、私ね、その生きる意味っていうのを、まあ、少し話しようかなと思うんですけど、うん、その、まあ、何度も話してますけど、その、まあ、生きる意味っていうのがないと生きれない人ってやっぱいっぱいいると思うんですね。ないとなんか生きづらいというか、まあ、その枠が欲しいというかね、あると思うんですけど、その生きる意味がなくても生きていける世界っていうのがやっぱり私たちの住んでる世界だと思うんですね、うん、別にその生きる意味がないと生きていちゃいけないなんてことないんですよ、うん、だから生きる意味っていうのはある意味その自分を肯定したいがゆえの一つの答えなんですけど、つまりなんかこう自分がここにいる理由はこういう理由だから今ここに私いるんですっていう、まあ、自分を肯定したい、その言葉のまあ裏返しというかね、そういうことだと思うんですけど、そのこの世に存在する何かによって自分の存在を肯定すると、そのこの世の中っていうのは諸行無常だから、そのいくらでも変わるので、そのどん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 変わっていってですね、でその肯定する事項というのはどんどん変わっていくわけですよね、うん、だから、まあ、そのまあその今私が生きる意味はこれですかねっていうことは言えたとしても、それは5分後には変わってるかもしれないっていう、まあ、それぐらいのことですよね、うん、で私は今自分の人生をどんなふうに思ってるかっていうと、うん、私はその遊びの人生だと思ってますね。そのまあ、遊びだと思ってるんです。っていうのはそのうーん私はその死んだらそのお浄土に参って仏様になるんだと、まあ、そうやって聞いてますし、そう思ってるんですね、まあ、自分は死んだら、まあ、まあ仏になるわけですよ、まあ、極楽で、まあ、お浄土で仏様にならせてもらいますんで、その今は仏になる直前っていう状態なんですね。仏になる前っていう状態です。お浄土で仏になる前を今生きてるっていう状態なんで、仏になる前なんで別にもうどう生きてもいいんですよねその、うん、だからなんだろうな、そのまあ私のこの人としての命の終わりは仏様になるということで、うん、その終わるわけですね。でだからまあ、その仏になる前をどう生きるかっていうことなんで、仏になる前をどう生きるかなんてそれ遊びなんですよ。その別にどう生きたっていいんだから、うん、だからこう生きなければならないっていう宗教っていっぱいあるんですよ。死んだ後に死後に裁判があるっていうんですね。死後に裁判があるって、仏教も六道輪廻だから、その死んだら輪廻するんですよ。で自分のやってきたことやそのいいことや悪いことが全部自分に跳ね返ってきて、その死後その7日7日で裁判が行われて、で49日を超えてその裁判の結果、自分のやってきたところにその適した場所にまた連れて行かれるって、まあ、それが六道輪廻なんだ。だからずっと繰り返してぐる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 してきたわけなんですけど、だから私もその前の私の
結果が今の私なんですけど、うん、で、まあ、そのぐる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 へめぐってきた命が今度は仏様になるんですよっていうことで、まあ、完結するわけですね。まあ、終わるっていうんですよ。もうそれがぐるぐる回ってきたのが終わると。だからもうその終わる直前なんですよね、今。もう終わる直前っていう状態です。だからまあその遊びの人生です。うん、まあ、そういう感覚ですね。うん、まあなんだろうな、なんか例え話とかってあんまりするとなんかこうチープな感じになるので、あんまりなんか例えていくっていうのもなんか微妙っちゃ微妙なんですけど、まあ、よく昔から例えられるのはその受験の合格通知が届いた後の受験生みたいな、そのもう受験はもう終わってもう合格通知は届いた状態のその受験生みたいな例え話がよく言われますけど、うん、まあなんか私は今遊びの人生を生きてるなっていう、まあ、そういう感覚があるんですよね。だからその何歳まで生きてもいいし別にいつ死んでもいいわけなんです。ただしやっぱりそのまだ子供も小さいしなんかいろいろやりたいこともあるんでなんかまだ死にたくないなと思うんですよ。だからあえてその今生きている意味を自分で言うならばそれはまあ、子供の成長を見ていたいとかねそういうふうな言い方になると思うんですけど、なんかその子育てしていきたいみたいな、まあ、なんか育てるっていうのもなんかすごいおこがましいんですけど、私がね子供を育てるっていうのもおこがましいんですけど、でもなんかやっぱその可愛いその息子や娘がその大人になっていく過程を見たいなって思うんですよね。でやっぱり困っていたら助けてあげたいと思うし守ってあげたいと思うし、その仏になるといろんなことができるんですけど、やっぱり人間じゃないとできないこともあるんですよね。仏様ってその自在なんですけど、だけどその全知全能ではないので、その仏様っていうのは全知なんだけど全能ではないっていう言い方があって、その全部知っておられて悟っておられるけど全能ではないですよね。何でもかんでもできるのかっていうとそうじゃないって言って、だから、まあ、人間じゃないとできないことっていうのもあるので、だからまあそのもうちょっと子供がね大きくなるまで生きていたいなっていう、まあ、そういう感覚はあるんですよね。だけど、まあ、何かを成し得なければならないみたいな感覚は一つもないんですよね。別に遊びなんでっていう、だからまあそういう感覚ですかね。ですんで、まあ、これは正直そのなんだろう、そのあんまりその共感されるものでもないというか、その信仰というものの上にその成り立つものなんだろうなと思うんですね。だから全然その共感されるようなことっていうのもあんまりないだろうなと思うんですけど、まあ、その素直に話するとそんな感じですかね。なんか最近なんか自分のその説教の方、自分の法話でその遊びの人生っていう話をよくしてるんですけど、なんかあんまり共感はされないですよ。その遊びっていうのはね、楽しくてワイワイ遊びますっていう意味もあるんですけど、そういう意味っていうよりは遊びっていうのはその目的がないっていうことなんですね。その目的がない。だからその野球が好きで野球をやって遊んでるっていうのは、その野球をやるということがもうそのもう結論なので、そのただその野球が好きで野球ばっかしして遊んでたけど、プロ野球選手になったら結果出さないといけないじゃないですか。だから遊んでられないんですよね。だから野球して遊んでられないから、だからそれは遊びではなくなるんですよね。だからあのイチロー選手がもう一回人生やり直せるなら何がしたいですかって言われた時に、その野球はやりたくないっていうふうにイチロー選手おっしゃってたんですよね。でなんかこう
将来プロ野球選手になりたいですっていう子供に対して、その頑張れって言えないみたいな、そんな話してたんですよね。うん、でそれはその野球で遊んでるっていうのはすごい楽しいけど、その野球で食っていく、野球を仕事にするっていうのはすごい辛いことだっていう、まあ、それをやっぱり分かってらっしゃるんですよね、知ってらっしゃるから、うん、だからまあそんな風に言っておられたっていうことなんだと思うんですが、うん、その遊びの人生ということは、その別にその成し得るものがないということですね、うん、これをしなければならないとか、こうならないといけないっていうものがもうないっていう、うん、それをその遊びの人生っていうふうに表現してるんですけど、うん、だから生きていたらいいんだよっていう世界なんですよね、うん、まあ、生きていたらいいんだよっていうか、あの生きていていいんだよっていう感じですかね。その別に生きていていいんですよっていう、まあ、そういう感覚ですかね。なんか何か、なんか名前をの、なんか名を残してとか、誰かの記憶になんかの残るような人になりたいとか、まあそういう、まあ、いろんな人いると思うんですけど、死んで仏様になるんだから、どっちでもいいよっていう感じですよね。別によくないっていう。うん、そういう感覚がありますね。まあ、まあこんな感じです。なんか、うん、すみません、なんかダラダラしたって、なんかその言葉にうまくその表現できないんですけど、こ、うん、んな感じですね、はい、もうちょっとでこのライブ配信は終わります。はい、ニーロさん、はい、作る方です。さくらんぼさんのライブで紹介していただいたのですが、仏教音楽とボカロの融合を研究する会です。へえ、そうなんだ、そんなんがあるんだね。さくらんぼさんのライブちょっと見てなかったですね。へえ、うん、AK さん、僧侶やお寺に真面目さや厳しさを求めている人は多いかもしれませんね。うん、それはそうですね。うん、だから、うん、まあ私の生活、私の毎日のそのルーティーンというか、私のその生活を、まあ、普通に外から見ると、まあ普通に真面目にやってるように見えると思いますけどね。うん、なんだろうね、まあその、うん、そのまあ仏様を仰ぐ生活をしてるので、だからやっぱりそのあんまりそのしょうもないこととかね、できんじゃないですか。うん、なんかそのまあなバカなことはするんですけど、だけどやっぱり、うん、仏様を仰ぎながら生きているんだっていう自覚っていうのは大切だと思いますけどね。うん、ですので私は結構その真面目さや厳しさっていうのは坊さんには必要だろうなとは思いますよ。うん、なんかそのよくそのお坊さんが、いやお坊さんだって人間ですからねとか言って、でその歩み寄っていくっていうのがあるじゃないですか。でいやそれも大切なんですけど、その大切なんですけど、そのなんかヘラヘラしてるようで、ちゃんとこの人大切にしてる信仰があるんだなっていうのは、やっぱりその核として持っておかないといけないなっていうのはなんとなく思いますね。うん、でまあその真面目さや厳しさを求めている人は、やっぱりその真面目に厳しく生きてるお坊さんのところに行ったらいいと思うんですよ。でお坊さんってものすごい人数いるんで、ものすごい人数いますから、だから自分がいいなと思うお坊さんのところに行ったらいいと思いますけどね。でそうでないお坊さんを批判する必要もないと思うし、いろんな人がいるんですよ。でいろんな人がいていいじゃないですか。うん、いろんな人がいないと、その、まあ、救われない人もいると思いますよ。うん、やっぱり私はお酒をもうやめたんですけど、2年前にもうお酒やめたんですが、それはお酒を飲まないお坊さんで行こうと思ってお酒やめたんですね。だけどそのお酒をガンガン飲むお坊さんとお酒飲みたい人もいっぱいいるじゃないですか。だから別に私はお酒を飲む坊さんと一緒に酔っ払ってなんか裸踊りとかしたいんですと、
だから一緒に酔っ払って裸になってくれる坊さんがいいですっていう人はそういうお坊さんと遊んだらいいと思うし、まあ私はそのお酒とかなくても全然脱げるタイプなんで全然大丈夫なんですけど上古寺チャンネルさん、生きる意味、その意味から解放されることではかっこいいですね、本当。まあその、そうですね、だから生きる意味に解放される、本当ですね、なんかまあ解放されてもいいしされなくてもいいしすいませんなんかやっぱりその生きる意味っていうのをすごい大切にしてる人もいるんですよね。で大切にしてる人もいるんで、だから大切にしてもいいしされなくてもいいしっていう感じなんですけど、やっぱりその意味はどんどん変わっていくって、そのずっと普遍的にあり続けるものなんてないんですよっていうぐらいに受け止めておくのがいいですね。私は今そのギトギトの豚骨ラーメンがすごい好きなんですけど、ちょっと前は尾道ラーメンが好きだったんですね。尾道ラーメンってまあその魚介醤油みたいな背脂が浮いててみたいな、なんかそんな感じが好きだったんですけど、なんかこう10年ぐらい前からギトギト豚骨が好きになったんですよね。まあそんなもんですそんなもんです。あ、大竹さんどうもこんばんは。あ、どうもこんばんは。今来られたんですかずっとおられたんですかもうなんか2時間近く話してるんですね。なんかもう本当に、はい、いや本当なんかすいません、なんかちょっと長話をしてしまいまして申し訳ありませんでした。せっかくねマイクが近くにあるんで、まあ最後にマイクに近づいて話してみようかなって。いや意味わかんない意味わかんないけど、まあなんかもう夜遅くにね、夜分遅くにお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。もうちょっとで終わりますんで、AK さん、浄土真宗の教え的に生きる意味を説明するとどうなりますか。浄土真宗の教え的に生きる意味を説明すると、まあそのずっと話してきたんですけど、その浄土真宗の教えの中にその生きる意味っていうものはその存在しないんですよね。でただし浄土真宗というものを大切にして生きている人っていうのはたくさんいて、私も浄土真宗というのを大切にして生きている人の一人なんですね。でそうするとその浄土真宗というものを信仰している人のその生き方っていうものが、そのまあ私はその遊びの人生をいただいているんだっていうふうな生き方に私はなってるんですね。でやっぱりそういう人それぞれ味わい方違うと思うんですけれども、その人それぞれ味わいは違うしだと思うんですけど、私はその浄土真宗という教えに支えられて今遊びの人生を生きているなっていうふうに感じるんですよね。だからその生きる意味っていうよりはそんなふうに生きていますよっていうふうな結論に、まあ、今至っているなっていう、まあ、そういう感覚なんですけど、まあなんかその生きることに意味が与えられるんだみたいな風に表現する人もいますよね。まあそうやって言ってみれば確かにその浄土真宗という教えによって今私はその遊びの人生なんだっていう風な意味を与えられたんだっていう風に言えるかもしれないけどね。
でもなんかそれってその生きる意味というその枠にどうしてもはめたいという前提の話ですよね。なんとか枠組みを作ってその中にはめたいっていう。で別にそこまで言わなくてよくないっていうようなことは思いますけどね。うん、そんなにその意味付けをしないといけないものなのかっていうのをそんなことないと思いますけどね。うん、そうなんか人を好きになるときとかあるじゃないですか。なんかまあ恋をするでも何でもいいんですけど、その恋をしたときにね、あの人のことなんで好きなんですかって問われたときに、なんで好きなんですかって聞いてくるから、なんか可愛いとか優しいとか一生懸命意味を示すじゃないですか。でもそれってなんで好きなんですかって聞かれてから考えた後付けじゃないですか。そのこの人は可愛いし優しいしだから好きですじゃなくて、いや好きなんだと、で好きなんだって言った後に、いや可愛いよね優しいよねって言ってるじゃないですか。だからその後付けみたいな状態なんですよそのうん、だからその生きる意味っていうものを問われるならばこうなんですかねっていう風な感じだけ、そのさなんか後付けで一生懸命答えてるような感じになるような気がしますけどね、うん、何でもかんでも仏教の教えに当てはめようとすることに対しては否定的な感じですか。うん、まあ否定的な感じというよりは、なんかそのいわゆるあ後から一生懸命なんか そこに当ててるだけっていう感じがするっていう感じですかね。そのよくあるんですよ、お坊さんがなんか話するときに、そのなんか自分の今のこの感情、これをなんとか仏教的に表現しようみたいな時ってあるんですよ。その後付けでしかないんですけど、それってその後付けでしかないんですけど、でもなんかその表現する時にはまあそういうことに なってしまうっていうのはありますよね、うん、何でもかんでも仏教の教えに当てはめようとすることに関してはっていうか、まあまあそんなにその当てはめれるほどのまあ、そのボキャブラリーもないっていうだけの話なのかもしれないですけどね、うん、私にそんなにその仏教的な知識っていうものもないし、その仏様の知恵っていうものも全然分かんないし、その何にも分かってない人間が何にも分からんものに無理やり当てはめようとしてもしゃあないよなっていうところはありますよね、うん、ただし自分の今実感としてね、今自分が生きている実感として、まあ、なんか別に何かをなんか成し遂げたいとか、人生でこれだけはクリアしないととか、そんな風な感覚は全然ないなっていうことを思っていますよね、うん、大竹さん、私は仏様に生かされていますので生きています、うん、仏様に生かされているっていうね、うん、仏様に生かされている、まあ、仏様に生かされているっていう表現は私もまあすごく好きなんですけど、これをもっと具体的にそのまあ解像度高くお話をするなら、まあその仏様が認めてくださるっていうことなんですよね、うん、その世の中誰も自分のことを認めてくれないみたいな、誰も自分のことを大切に思ってくれないと、誰も自分のことをその認めてくれない、うん、そういう人ってやっぱいるんですよ。そういうふうな感覚になってる人っていると思うんですよ、うん、誰かに褒められることもなければ、その誰かの役に立ててるっていう実感もない、ね、何の役にも立たんし誰にも褒められないし、なんで自分が生きてるのか分かんないみたいな、ただ命はつないでるし、ね、お腹はすくしみたいな、自分は何なんだみたいな。でも仏様っていうのはそんな私を認めてくれているっていうのがねすごく大切ですよね、うん、お経を読んだら、私好きな言葉は一指示っていう言葉好きなんですけど、
人の子供の土地って書くんですよ、一子寺、うん、あんまりこういうこと言うのはめんどくさいんで、めんどくさいんで言っちゃダメです一子寺って言ってね、これ一人子の境地っていう意味で、すべての命をたった一人の我が子のように見ることができる境地って、すべての命をね、たった一人の我が子のように見ておられるというのは仏様だっていうんですよ。いや、私ってどういう存在なんでしょうか、私ってどんな人間なんでしょうかってね、仏様に問うたらね、あなたは私にとってたった一人の我が子のように大切ですよって、私はあなたのことをすごく大切に思っていますよって、そう言うてくださるのが仏様だって、だからね、そんな仏様のお慈悲に生かされているって、そんな仏様のお慈悲が今の私を支えてくれているって、私はそんな風に受け止めてますけどね、カレンちゃんパパ、遅くなりました、お参りさせていただきます、自分は御仏になるために今を精一杯生きています。あ、そうなんですね、 ありがとうございます。はい、もうライブ配信からね2時間近く経ちますんでねいや本当に長い配信になってしまって申し訳ないです。はい、もうあと3分で終わります。そうね、そう、この命はね、仏様になる命ですからね、まあ精一杯生きていくっていいですよね、精一杯っていうその表現の中には、その、頑張るとか、その努力するっていう意味も含まれていくのかもしれないけれども、まあ私はなんか存分に楽しむっていうね、そういう感覚ですね私は。ニーロさん、ありのままの感情をありのままに表現する難しさでしょうか。いや本当ですよね。いや、そう、感情表現するって難しいですよね。感情ってその何でもそうなんですけど、その言葉にすることによってものすごくチープになるんですよね。その自分の感情を何かしら言葉にするっていうのは、その言葉にすることでものすごくその小さなものに収まっていくっていう、そういう感覚がありますよね。だから、難しいなとも思うし、でもなんかこうやってグダグダご一緒してくださってありがとうございます。本当ね、生きる意味って何なんだろうなって、なんかこう、でもなんかコメントが入った中に、その生きる意味って必要ありますかっていう、そういう言葉、本当そうだろうなって私は思ってますけどね。意味はあってもいいし、なくてもいいし、あっても変わるし、なくてもまた生まれてくるかもしれないし、どっちでもいいんですよ。なあみたいな。そんな感じはなんか思ってますね。大竹さん、なるほど、理解できました、ありがとうございます。皆さんもう12時だ、本当にのんびりした時間で楽しかったです、ありがとうございました。いや本当にありがとうございました、お付き合いくださって。あ、今1時間59分ってなってますね、はい、あともうちょっとで終わります。ミキチキさん、あ、これ合唱してくださってるんですかね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。スダチファンさん、何のために生きているのか分からず、誰からも認められることもなく批判される日々です。生阿弥陀仏を唱えて生活したい。そう、私はそのすだちファンさんのことを認めますよ。何にも分かんないけどね、何にも分かんないけど認めますよ。ぜひ一緒に南蛮陀仏って唱えれる日が来たらいいですね。いつでもいいので、はい、じゃあ皆さん本当に、はい、ありがとうございました、はい、長い時間お付き合いくださってありがとうございます。またこれからも頑張って動画作っていきますので、またご覧いただきましたら幸いでございます。じゃあそれではまた会いましょう。
バイバイ。バイ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 。